319型は1987年から1990年にかけて製造されたイギリス国鉄の硬直流電車である。ロンドンを南北に縦貫して北部のベッドフォードと南部のブライトンを結ぶテムズリンク用の電車として4両編成86本が製造された。民営化後はテムズリンク車とコネックスサウスセントラルに継承された。 テムズリンク所属者は2006年にファーストキャピタル、コネクトに転属。コネックス所属者もサザンへの移管を経て2008年に全社が FCC に集結した。2014年9月にゴビアテムズリンクレールウェイへ継承され、2015年に一部の編成がノーザンレールへ転属している。319系のうち38編成は、 ディーゼルエンジンと発電機を搭載して769型に改造され、2019年より運用を開始する予定になっている。また、1編成は水素燃料電池を搭載し、799型として試験を行っている。319型は、ロンドン E 北の交流 25KV とロンドン E マンの直流 750V の区間を直通できるよう、 両方の電気方式に対応した電車として開発された。1M3T の4両固定編成で中間車の1両が電動車となっている。車両限界の小さい地下トンネルの規格に合わせて、車体断面が従来車より小さくなっているほか、異常発生時の脱出を考慮した非常扉が全面に設置されている。1987年から1998年に、 かけて製造された最初の60編成は319-0型で全車普通車のモノクラス編成である。1991年に26編成が増備された319-1型では片側の先頭車の一部分に一等席が設けられた。コネックスに継承された319-0系のうち7編成で1996年から1997年に かけて改装工事が実施され、319-2型に改版されている。この編成は、ロンドン・ブライトン間の速達列車に充当された。テムズリンク所属となった319-0型も1997年から1998年にかけて40編成が改装されており、319-4型に改版され一等席が設置された。百十九 1>, 1型は、全編成が1997年から1999年の更新工事により319、3型に改版され、従来の一等席は撤去された。2015年には319、3型の20編成がノーザンレールへ転属し、同年3月5日よりリバプールとマンチェスター空港を結ぶ運用に充当されている。ありがとうございます。